海竜万儀が55や。メタグロス48。で、ガブリアス48。なぜかササンドラ64っていう。あいつなんであんな遅いん？なるほどな。あ、グロス45やったっけ？あ、45か。フライモンと一緒か。レイビトリにストレートブレに行こう。あー、そういう技マシン回収はまた別でやろう。うん。ミナモで掘り出し YouTuber やったらそれは行くか。いや、向こうちゃん、この間本当にお疲れ様だ。君の活躍勇気が聞いてる。君がルネの事件を解決してくれた後から、公園の至るところに今まで見たことないポケモンが現れた。え、そうなん？へぇ、なんでやろ。長年追いかけてきた見たことないポケモンたちの出会い、もう嬉しくて嬉しくて嬉しくて。すごいな、一晩でやったな。はぁ、研究所の左下？これ見れへん。あ、外の、あ、外ってこと。え、鳳凰とか出てくんの？ここ？あ！え、ミュウツーナイト？え、ミュウツーナイト？マジで？これミュウツー出る？もしかして。え、ゾロはもう取れんの？あ、シーキンセス行きたいよね。行こうか。ここか、シーキンセス。自然保護区として保存されている。シーキンセス行ってみるか。タツベはもうええわ。殿堂入りで行こうでいい？あ、カード機ないと無理？タツベはいいか。いや、ラティオスで飛ぶ思ったけど、なんかめんどくさいもん。あ、めんどくさいっていうか、まあ、でか、これをお気に入りに入れとけばいいんか。無限の笛を登録しとけばいいんか。ダイビングいるよ。あー、これ地図があるから。あっちまで行くか。うわぁ、すげぇ。この光ってんのって結局何年でしたっけ？この光は何でしたっけ？光は。これがメガボム？行ってみる？降り方がわからん。でもこれ、どこ、ここで降りればいいかな。名もなき平原。え？名もなき平原なんかあったっけ？怖い。あー、俺この BGM 怖いねん。え、何これ？セーブしたからええやろ、さっき。俺はもしかしたら今取り返しのつかないことをしようとしてるのかもしれない。でももしこの出会いが、この出会いが私の運命を変えるものだとしたら、ごくり。テラキオン、え？伝説いるんや、ここに。
じゃあそれが分かったところで消すか。これいつでもできるやんな、この源泉はな。あ、倒しても電動レシーブしたら復活する。あ、そうなん？今のもしかして6部やったかな。え、答え値は決まっちゃう。そんなアホな。あ、曜日によって敵が変わるんだ。あ、なるほどね。俺てっきりなんかその メガストーンかと思ってたわ。伝説ポケモンやったんやな。じゃあもうここまで行こうや。ここで降りたらええやん、ここで。ここチャンピオンリーグやろ？ちゃうか、ここか。ここチャンピオン、あ、ちゃう、特産してか。早っ。早っ。わあ、ラティオス、僕たち、どこまでも行けそうな気がするね。わーって。わあ、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 すげえ、ぶつからなかった。すごい、これ見てこれ。これすごない？マジで、この、R でパン行くの。これ、かっこいいなぁ。まあ、ちゃんとしたルートで行こうか。どうやって行くんでしたっけ？てか、そもそもチャンピオンリーグってどこやった？右やんな。あれやんな、チャンピオンリーグな。ここでじゃあ降りろ。降りれへんのか。とかやっぱ一回行ったことないと降りれへんのか。いや、リーグ行けるやろ。他の島降りて技マシンやろ。マジで。まあ、そういう回収もまた別でやろう。うん。滝登りはまあじゃあ、サメ肌に戻さすか。何も未知な洞窟って出たな。これもなんか伝説？あ、ここはあれか。あ、なんかそんな気がする。あー、やっぱあれだな。なるほどね。じゃあもう俺でかこのちゃん。から行きますか。じゃあ多分つい先俺いた音だから多分あそこにアグノムとか出るんやろ。アグノム系と UMA 系とか。あーでもサメ肌の、技スペあるかな。氷の牙消さなあかんか。まあ消してもええけどね。滝登り、波乗りな、消してな。波乗りで、ね、まっすぐも覚えてるからでいいねんけど。氷の牙あった方がでもいいか。あ、水上にと降りたらよかったんか。あ、すみません、そうすればよかったんか。波乗り消した方がええな、確かにな。でもこの特殊攻撃力をね、活かしたいねんな。もったいないから。まあ、一回氷の牙、いや、いかんか、波乗り。ダイビングは、まあ、でも、いずれ、また使う時が来たら、めんどくさいし、また覚えさすの。
いや、でもごめん。ちょっと待って、やっぱり氷の牙消す。源氏は多分いける。うん、で、それは最悪、氷が欲しかったら冷凍ビーム持ってくればいいし。この辺で降りたらいいのか。あ、すげえ便利、こういうところに降りれんねや。じゃあ行きまっか。綺麗な羽、いらん。コミケの手伝いの人も集まってる。うん。まあ後々その辺も発表します。発表いうか一回打ち合わせで。委託販売、まあ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 、なんか、なんか、うん、なんか、商品残ったら、また、通販がなんかしますよ。うん。せっかくやし、多くの人にね、やっぱり手に取ってほしいし。しっかり用意しようか。伊藤さん。あれ、ここやんな、ここ行くねんな。あれ、特産主についてもうた。ちゃうな。削られたんか。マップにしようか。あー、そうか、下の方にガーって行くんか。蛍光王？蛍光王じゃない今の。あれ、蛍光ダイヤパのポケモンやんな。いや、蛍光の鳴き声分かりやすくない？そっか、さっきオダマキが言ってたのはそういうことか。なるほど。じゃあ捕獲するか、クイックボールで。バズって始め、クイックボール、ロッククライム、乗り越えたら19歳みんな19歳。すげえ、うん、体の横側にあるラインは太陽の光を貯めておける。え？じゃあこいつソーラービーム覚えんじゃん。昔な、なんかあったやろ、ポケモンじゃ、なんかスーパーマリオ、あの番組あったやんか、夕方にやってるマリオの、マリオカップみたいななんかあったやん。覚えてへんかな。ちゃうわ、ごめん、ちゃうわ。
チャンピオンか。チャンピオンなんとかって、なんか大食い戦、あ、そう、なんとか選手権とかって番組昔やったんだ、テレ東かなんかで。あれでなんかポケモン選手権みたいなのがあって、当時。で、泣き声当てクイズみたいなのがあったんよ。泣き声当てムーククイズみたいなのがね。あ、出たかったな、あれ。そう、テレビチャンピオン。そう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 。それ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 。テレビチャンピオン、テレビチャンピオンってあったやないかい。あれ、出たかったんや、俺。これごめん、こっちじゃないな。一回行ったよな、ここな。こっちや。そう、ロケットのセリフ当てるやつとか。そう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 。そう、図鑑ナンバーとか、そうさ、なんかそういうクイズがあったんよ、昔は。で、すごいやつがおったんよ。あれ？なんか、あ、ここはあれか。時代限か。シルエットクイズとか、あー。いいね。でも俺なんか泣き声クイズみたいな、なんかもっとコアな、なんかもうほんともっとマニアックなクイズとか、ああいうのがやりたかったんな、俺。まぁ、今ちょっと X になって一部のポケモンなんかだいぶ変わっちゃったからな。咳が、咳まだまだ完全治ってへんな、これ。抗生物質、抗生物質がやっぱ効いてたんかな。あれ違う違う、ほらやっぱこれな、マップにしてるとな、今度はこれができなくなるからな。鋭い目、しっぺ返し。すげえ、滝登りや。うわ、すげえ。滝に登ろうとしてる、やつらが。バカな。波乗りエリートの僕だっても、滝を登ることはできないというか。じゃあ、俺、こいつらの間を通っていこう。ゴミ目、私にはあるなよ、滝を登る資格がな。さてと、あれあれ、なんかどうしたんですか、皆さん行かないですか。もうすぐチャンピオンリーグなのに。じゃあちょっとお先失礼します。さよなら、滝登りだ。お先、いいね。なんか早なったね、モーションが。おお、ここはサイオシティ、花と海とポケモン楽園。おお、いい曲やな。多分なんかあるやろ。したかな。あれどこ？あれか？あったあった、これ。うん、元気のかけらどうしようかな、今回。
さすがにかけら使わないとなると5連戦むずいやろからな。うわーチャンピオンロード、うわなんかすげえなんか難しそうな、難しくなっとるな。とか言いながらかち、ね、早く実は一瞬で終わったりして、まあレベル上げすぎたからな。まあでもまあでもそこそこだってもうみんな追いつかれてるやろ俺のレベル、これ四天王に。結構見くりがギリギリやったもんな、45、6とかやったし相手。あフラッシュ、フラッシュいんの誰か覚えへん。でもこうそう言ってうちのメンツでフラッシュ覚えそうなやつおらんな。フラッシュ、あ覚えるやんけ。人がしさが覚えんねや。ちょっと待って、なくてもまあいいから、まあまあまあなんか必要になったらその都度ちょっと様子見て、もしほんまにないと困るやったらまあ重させていいか。解放者があんの、うわシンボラ、え、もうなんかもう BW が出てくんのここに。ちょっと暗いだけなんや。なるほど、そういうことですか。ランドキ無事で。あ、死ぬ、あ、負けた、これ死んだ。ごめん、死ぬわ、死んだ、これ死ぬ。無理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 。無理でした。でもストーリート、あストーリー途中やのになんかあれやいろいろ出てくるな。ポサイドンとか急にルビサダショックがなくなったな。波乗りでいくか。じゃああなるほど、いろんな地方から集まってると。なるほどな。ロケット続きはいらん。まさか負けてるか。小田巻に話しかけ、え話しかけなかったらよかった、よかった。ちょっと待って、これもなんか俺戻るのも面倒いからかけら使っちゃおう。もうちょっと絹笠戦闘危ない。やっぱここは臨機応変に対応できる。やっぱクライゴンお前しかおらんぞ。そこそこ耐久もあって、そこそこも耐久もあり、まあ火力もそこそこある。このフライゴンしかおらん。ほう。何何何、これは何。ハリデ山か。マンダハイパーボス覚えますね。今のところまだでも過去作限定か。レベル40か。雪目の子、雪目の子はあかんな。ザメに交換や。え、これ椿あやな、あやななこれ。え、あやし光。あ、そうなん。あさって、あさってかも、あさって出ます放送に。
特別ってことは、なんかその変な技覚えてるとかじゃないの？ゲームの放送にちょっと呼んでいただけたんで、素晴らしい戦い方ね。まあ、てか告知はまたします。明日とかに。うん、どういう感じで出ようかな。まあ、普通に出るそのなんか椿、あ、ほんなんかよく見たら見えるな、これ。フラッシュなくてもいけるな、これ。完全に見えとるな。フラッシュのさ、なんか演出ってなんかもう、なんかあれやね、作品変わるごとにいろいろ変わるよね。視界が狭くなったり、もう完全に見えなくなったりとか。でもなんかこれぐらいが一番リアリティあるよな。でもせっかくやったらフラッシュを使ってみようか。あー、でも忘れさせる技がなかったこいつ。コンテスト技。洞窟明かりがない。こんなに見えるわけがない。あー、岩石封じ忘れさせて、一時的にフラッシュでちょっと行こうか。これでいけんのかな。あー、すげえ視界が一気に明るくなった。今のはチャーレムか。チャーレムだ。いや、俺それ自転車全然使わへんな、ストーリーで。いらんくない？もうもはやチャリなんか。かがりも出ないやろ。チャリ使わないでよね、今回ね。じっくりやって、いろんな世界をやっぱ見渡しながらやりたいやん。うん。俺そんな、あれじゃないし、そんな、最速 RTA やってるわけじゃないしさ。あ、これ死ぬかも。うわ、結構持ってかれたな。え、まだ出んのね、かがり。ゲットしたぜ。あ、てかちょっと待って、これ、またこれ、あれかな、立ち見 E さんとか、また表示されなくなっちゃってるのかな、すみません、本当に。これ、また米ビューの仕様か何かで、立ち見さん、まあ、ちょっと表示されてないみたいなんで、申し訳ない。瞑想することで体のエネルギーが高まり、第六感が鋭くなるという、野山と一体になって気配を消す。
なんか見て下のなんかポケモンのシルエットめっちゃ増えとるがな。どの放送出るんだよ。ああ、あのね、どの放送っていうか、またちょっと詳しいことはあの告知しますわ、後日。もし今若くしとるって言ったら、おったら貼ってくれ。あさってじゃない、しあさってか。しあさってその、もうちょっとゲーム、とあるゲームの公式放送に出るっていう話で、なんかマイクラ実況のヌドンさんっていう方と、その椿アナさんっていう方と、方っていうかまあもう、まあ、彼らもそういう世界で生きてる人たちね。椿アナさんっていう人と、アメリカ大学の平井さんっていう、まあ名前とかだね、もうみんなもう知ってるような方々ちょっと、ね、恐縮なら、ちょっと共演の方法なんですね、させていただくことになりましたので、まあ火曜日にね、火曜日の朝9時半から放送しますんでね、もうちょっとそういうものも、まあ、普段とは違った僕をね、ちょっと見せていこうかなと思いますので、はい。もし興味あればね、見ていただければなと思います。